エメダスチンは第二世代の抗ヒスタミン薬である。商品名だレン、レミカット。日本ではカプセル内容剤として市販されているが、海外では目薬としてアレルギー性結膜炎の治療に用いられている。H1 受容体喫抗薬に分類され、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンを遮断することで効果を発揮する。アドレナリン受容体、ドーパミン受容体、 セロトニン需要体には影響を与えないと思われる。製剤には、フマルサンジオが使用される。フマルサンジオの正常は、白色の微細な結晶であり、水に溶けやすい。アレルギー性鼻炎、ジンマシン、湿疹、皮膚炎、皮膚相容症、陽神治検事の副作用発現率は17.1%であり、その主な内訳は、眠気14.0%、 検体感1.6%、効活0.8%、異不快感等0.7%、ALT 上昇2.2%、AST 上昇1.6%、LDH 上昇1.4%等であった。エメダスチンは、ヒスタミン H1 受容体に高親和性を持つ薬剤であり、他のヒスタミン受容体に対する親和性は低い。インビトロ研究では、 ヒスタミン誘発性の血管透過性更新を濃度依存的に抑制する。人での生物学的利用能は46%である。服用後3.1時間で最高血中濃度に達し、消失半減期は7.0時間である。動物実験では血液脳関門及び血液体板関門を通過し、入場中への移行が認められた。 エメダスチンは主に肝臓で代謝され、主要代謝物は5、ヒドロキシエメダスチン、6、ヒドロキシエメダスチンであり、N オキシドも検出された。服用後24時間で尿中に44.1%が排泄され、そのうち未変化体として回収された成分は3.6%であった。天眼時の目からの半減期は10時間である。ありがとうございます。